人々は自分がどれだけ環境に依存しているかっていうことに気づいていない。だから自分と環境がいかにつながっているかっていう意識を取り戻してほしい。私にとってのフェミニズムは男女とか年齢人種とかセクシュアリティと関係なくみんなが心地よくいられるようにするっていう考え方です。選択肢っていうのはものすごい溢れていて、こうデザインであったりとか、その価格であったりとか、すごいこう近いものがたくさんあると思うんですけど、その中で実際に身につける側の人たちがこれを大切に着たいなっていうふうに思えるためには、届ける側、そういう人たちの熱い思いがしっかり伝わるっていうことが大事なんじゃないかな。日本でタブーって言われてることって結構自分たちがタブー言ってるからそれが話せないっていう環境が作られてて、でも実際にこう口に出して、例えば性の話とかセックスとか体の話とか別に口に出して言えば何も不思議じゃないし、自分たち自身の話だから、そういうことをどんどん